はい、皆さん今週もお疲れ様でした。おにぎり総合音楽チャンネル古賀です。元気な声はしてますが内心だいぶ疲れてます。はい、今日は24時間ぶりに息子に会いました。はい、息子くんです。24時間ぶりです。今日は顔出し、汚い顔。はい、汚い顔です。今週は忙しかったですね。とても、なんか知らないけど。公開の練習もね、ぼちぼちやってましたね。外を音楽室から見たら、ダンスしたりね、する姿ありました。低学年かな。ブラックは今はちょっと暑いからお休みしてるのかな。はい。今週はですね、ガレージバンドをね、だいぶ進めています。もうね、子供たちの力はね、すごいですよ。これはね、ほんとね、動画がね、撮ったりすることはできないので、授業の、それを見せたりすることはできませんのでね、ちょっと残念なんですけど、子供たちの作品はね、ぜひお聞かせしたいなと思います。特にね、6年生。やっぱりね、6年生はもう今まで音楽の授業でね、こう一番やっぱり、なんていうかな、やっぱり一歩先行ってるんでね、もうすぐ中学生なんで。結構本当ね、大人な曲が作れるっていうかね、曲のこう持つ良さっていうか、やっぱ知ってますね。昔よりも随分その辺はもう違いますよ。僕なんかもうドラえもんしか見てませんでしたからね、小学校時代。ドラえもん。はい。もうね、音楽なんてね、もう大嫌いでした、小学校の時。本当嫌いでしたよ。びっくりするかもしれませんけどね。僕、まあ前動画で母が厳しかったって話したんですけど、ピアノね、もうほぼ無理やりやらされてました。大嫌いでした。やっぱりね、無理やりはダメですね。無理やりはダメ。僕はね、こう無理やりやらせるっていうのはやっぱりちょっとね、だから避けたいなって思ってます。やっぱり常日頃ね、無理やりやらせるっていうのはやっぱり一番ためにならないですね。自分のためにもならないし、子供たちのためにもならないし、はい、そこは気をつけてやっています。いつもの交差点に近づいてきました。ちょっと待ってください。はい、こういう感じなんです、いつもの交差点ね。車がたまに来ます。今来ていません。待ってよ。まだいいよ。まだ来てまだおいで。はい、大丈夫。今いない。そこで待つの。いいよ。お、えらいね。待て。ダメ。待て。お、よしこさん。よしこさん。はい。すごい。今日は良かったですね。今日はいい日になりました。まあ、こんな感じです。結構、あれですね。今週はね、なんかちょっと僕も疲れてるせいかね、テンションがね、ちょっと異様に変で、6年生の前でもね、変な曲を披露したり、変な、ことをしていました。変なことっていうのは変だけど、歌ったりね、しました。もう頑張って。僕はあんまりそういうタイプじゃないんですけど、ちょっと弾けてみました。6年生に聞けばわかります。まあ授業はね、楽しく、できています、今んとこ。はい。疲れてますけどね、だいぶ。ちょっとね、運動会もね、今週暑かったんで、このまま運動会やって大丈夫かなっていう心配はしてます、個人的にはね。まあ、先生方みんなそう思ってると思いますけどね。はい。ということで、ちょっと、散歩頑張りたいと思います。はい。こんな感じで散歩しています。あっち。ビビ行くぞ。はい、面白い音出してる。わかる。音でわかる。行くぞ。はい、今帰り道です。はい、さっきね、6年生の話をしたので、せっかくなんで5年生の話をしますね。5年生はね、今回はね、週の最初に、裁縫があって、で、
書写をしましたね、今回は。道という字を書きました。集中してね、全員集中してしっかり書けてましたね。お見せしたいんですけどね、ちょっと写真は撮ってあるんですが、全員名前が入ってるんで、ちょっと載せられないんです。ごめんなさい。5年生音楽の授業がね、ちょっと少ないんです。少ないっていうかね、タイミングでね、ちょっと少なめになってたんで、来週は2回入れてもらいました。ですので、ガレージバンド初めてできます。5年生まだね、ガレージバンドできてないんですよ。やってないんです。すごい楽しみです。ガレージバンドに出会ったら、きっと、いい曲が作れるんだろうな、5年生も。いい子たちですからね。楽しみです。すごく。音楽的な才能ある子もいるし、もちろんね。で、さらに言うと、全員がね、しっかり歌うっていうことができる子たちですね。5年生は6年生はやっぱりね、恥ずかしさは多少やっぱりあるから、全力でみたいな感じはないですよ。それはね、もう当たり前なんで別にいいです。そういうことは全然構いません。ドライフラワーもね、結構カラオケみたいな感じです。継続して歌ってるんですけど、前よりもずっと声が出るようになったしね。まあそれぞれカラーがあるんですね。はい、いつもの交差点来ました。ちょっと待っててください、はい、ちょっと渡る瞬間取れませんでしたけど、車がいたんで無事渡れました。まただよ、ハチダメだよ、おいで、ハチおいで。はい、ということでね、最後にね、こういう話します。音楽の話ね、ちゃんと音楽の話もしますよ。音楽チャンネルなんで。音楽の印象っていうのは何が決めるのか、はい、2つです。1つは、長調か短調か、まあね、単純に言うとね、明るい曲なのか暗い曲なのか、まあそうじゃない曲もありますけどね。でもう1つがスケール、音階のことです。音階はすごい重要です。ドレミファソラシドだけではない、国の音階ってありますからね。例えば沖縄で言うとドミファソシドっていう今回です。はいっさいおじさん、はいっさいおじさんみたいな。タララララン、あいやいやささってやつですね。これね、沖縄の音階ね。沖縄の人に失礼だから、僕も、正直言いますよ。あんま詳しくはないです。はい。なんでこの音階になったかとかはね。あとはね、夜な抜き音階。この、私の撮影した動画の前に撮ってる動画にも、ちょっと難しい話もしましたが、夜な抜き音階という音階があるんですよ。これ日本に昔からある音階で、赤とんぼとかがそうです。夕焼け小焼けの赤とんぼっていうね。はい。ね。はい。久保中の子たちが帰ってきます。はい。ここはね、そういう校区です。はい。久保中校区ってやつですね。はい、教え子います。どうしてるかな。まあそんなことを思いながらね、歩いてるところです。じゃあ来週も頑張りましょう。